ババチャンネル。好きな海産物はウニです。ババです。よろしくお願いします。はい、今日は大村市総合運動公園内にある、冒険広場にやってきました。こちら愛称はクジラの公園ということで、入ったらすぐにクジラの遊具がお出迎えしてくれます。いや、大人になってもこういったちょっと公園に入ったらテンションが上がってしまいますよね。それでは行ってみましょう。ゴー。ちょっとオッケー。私も靴脱ぐ。クジラの中にイルカもいますよ。ちょっと僕のサイズにはこれ難しいかもしれないですね。ゴーゴー。めっちゃお尻なんだけど。ちょっとこうカットしてもらって。はい。こちらは小さなお子様用の、広場になってます。こちらもあの海の生き物がたくさんいて可愛いですよ。ここは小さなお子様用なので、この下がゴム製になっていて、こうこけたりしても安全なようになってます。サメさんもいます。はい、こちらはあの健康器具コーナーになってます。まあ、お子様だけではなく私たちの世代であったり、ご年配の方もあの楽しむことができますので、ぜひ遊んでみてください。これなんか一回やっぱ振らないとちょっとずるでしょ。頑張れバカ。いきます。はい、次は月山というところに来ました。こちらちょっと今回特別に入らせていただいてるんですけども、見てください、大村湾の絶景とこちら大村の山々もですね、見れる、大変景色のいい場所なんですけれども、ゆくゆく準備ができ次第オープンということなので、皆さんも楽しみにお待ちください。前が分からない。ゴーゴー。飛んでるカニさんがいます。カニさんがカニマンボウ、エイマン、クジラもいますよ。上に上がれるみたいです。決めましょう。ちょっと待って、楽しい場所なんですけど、ちょっと小さなお子様が遊ぶと危ないですので、保護者の方は必ず目を離さないようにして遊んでみてください。はい、遊ぶ広場のすぐそばに、こちらお子様用のトイレと、保護者の方には嬉しい自動販売機も、ありますので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。待ってます。ババ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 チャンネル。
はい、それではあの小葉係長にお話を伺っていきます。あの一通りあの僕遊んでみたんですけど、はい、なんか中に海の生き物がたくさんいて可愛らしい感じだったんですけど、はいはい、なんかこだわった点とかなんかコンセプトってこの公園にあるんでしょうか。まず第一つ目はですね、はい、広い年代層であの楽しめる公園ということで、誰が来ても遊べる。誰が来ても、はい、子供から大人までですね、まあ、あの友達同士でも家族でも、はいはい、いろんなことができて楽しめる公園を目指して作りました。そうなんですね。僕も久しぶりに公園に来たんですけど、はいはい、まあ、ちょっとやっぱり僕の世代でもテンションが上がるような、はい、あのこだわりが感じられる公園で、はい、とても楽しかったです。ありがとうございます。はいはい、すぐにあのクジラだったりとか、はい、あとあの大村湾が一望できるの築地まで、はい、あると思うんですけど、はい、まあ、どうしてこういったあのコンセプトにされたんでしょうか。はい、ですね、ここの公園自体がですね、はい、あの捕鯨でですね材料なした深澤義太夫さんをモチーフにした、はい、あの遊具をあの作ってみました。またあの築山についてはですね、大村湾に浮かぶ築地間をイメージで作っております。はい、なるほど。福沢義太夫さん、はい、僕もしっかり勉強していると思いますので、はい、まあ、そういったことでこういったあの、はい、海の生き物のイメージをされているということでありがとうございます。はい、こちらクジラの公園、たくさんの遊具があって健康器具があって、トイレだったり、自動販売機もあってですね、たくさんの方、たくさん幅広い世代の方が楽しめる公園となっておりますので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。またね。可愛かったです。可愛かったですか。可愛かったです。子供が大興奮する。へえ、楽しそう。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。